こんにちは、かわいい着物チャンネルです。今日はこの間出したショート動画でゆっくり解説してほしいというリクエストをいただきましたので紹介させていただきます。それでは早速始めます。はい、まず手です。こちらを半分に折ります。半分に折ったらこの手前の三重仮紐2本ですね、取ります。で、この中に入れます。で、ふーっと持ち上げて肩に預けておいてください。はい、次にタレを取ってここで3つの山を作ります。作ったら一番手前の三重仮紐に入れてください。はい、そしたらまた続きのタレで3つ山を取ります。次は一番手前の三重仮紐に入れてください。はい、これで2つ羽が出来上がりました。はい、残りのタレを取ってですね、この真ん中でまた3つ山を取ってください。はい、この初めに作ったタレと同じ三重仮紐に入れます。こちらの羽はこの2番目に作った同じ三重仮紐に入れます。はい、入れたらですね、こちらだけ白い方を見せます。はい、次に預けておいた手を下に持ってきます。はい、持ってきたらですね、この手をもう半分に折ってください。で、このリボンの真ん中を細くします。この残りをですね、帯を結ぶ時の結び目を通って前に持ってきてください。はい、そしたらこの手を上にグッと引っ張ってこの真ん中のリボンを締めます。はい、締めたらですね、これを次もう一度開いてアコーディオン膝を作ります。できるだけギリギリまで作ってください。で、これを縦にこうクッとします。縦にしたら最後一番背中についている三重仮紐を取ってここに入れてください。はい、そしたらこの下開いてこの上をですね倒してこれも開きます。あとはこの羽を整えて綺麗にしてください。はい、いかがでしょうか。これで出来上がりです。この動画を見て一度試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。またコメントお待ちしてます。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。